おっす、おら、ほも、新宿2丁目最強のバルク、ハガセブンです。はい、どうも皆さん、こんにちは。お疲れ様です。いつも見てくださっている方なら、お気づきかもしれませんが、私、YouTube の活動を1週間ほど自粛しておりました。自粛というよりかは、規制をちょっとかけられてしまっておりました。はい。楽しみにしていた方がいましたら、本当に申し訳ございません。楽しみにしていた方がいましたら、本当に申し訳ございませんでした。というのもですね、全く僕はね、そんな気はなかったんですけど、最近の僕の動画がですね、肌の露出が多い上に、暴行と思われても仕方ない表現が多くて、YouTube 様からですね、規制をかけられてしまったんです。で、1週間の YouTube の投稿ができなくなったということなんです。僕が YouTube を始めたのは2017年の末です。ゴミ袋先輩に誘われて会社を2回辞めてニートの世界に飛び込みました。最初は LGBT 相談室とか言って、まあ自分のセクシャリティに自分がゲイであることを、まあ、悩んだことないくせに人の悩みをたくさん聞いては自分の意見を答えるっていう、まあ真面目なチャンネルを最初運営しておりました。でも僕はゲイで悩んだことないし、むしろ今ハッピーなので、どんな質問に対しても言いたければ言えばいいし、言いたくなかったら言わなくていい、そんなの自由だとしか言わないので、まあ、そのコーナーはなくなってしまいました。人と同じことをやっていてもつまらないということで、歌動画を作成したり、リスナー様の家に泊まったり、ゲイキャラを誇張しまくった変な動画もたくさん撮ってきました。そして去年レテン君にたどり着いたんです。彼とはいろんな動画をたくさん撮ってきました。時には原宿デートをしたり、時には浅草で胴上げしたり、ホテル行ったり、彼の服を脱がしたり、最初は真面目なチャンネルだったのに、まあ、だんだんと、まあ、道を踏み外して良くない方向へと進んでしまいました。動画投稿を楽しみにしてくださっていた視聴者様、そして、YouTube の品位を落としてしまったことに関して本当に申し訳なく思っております。反省しております。申し訳ございませんでした。今後は、YouTube の品位を落とさぬよう、継続な表現なしでも皆様に楽しんでいただける企画を練って、これからも皆様に愛されるチャンネルを目指していきます。これから、ハガセブンの部屋は変わります。今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。